アンドリュー・ J ・スザックは、アメリカ合衆国カリフォルニア州プレイサー軍、ローズビル出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。MLB のピッツバーグパイレーツ参加所属。聖のスザックの発音は、スー・サックであり、日本語表記は、スー・サックがより原音に忠実である。2009年の MLB ドラフト16巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名されたが、オレゴン州立大学へ進学した。 2011年の MLB ドラフト2巡目でサンフランシスコジャイアンツから指名されプロ入り2012年 a 級サンノゼジャイアンツでプロデビュー102試合に出場して打率2449本類打、52打点1盗塁を記録した2013年は a 級リッチモンドフライングスクールレルズでプレーし84試合に出場して打率 256、12本塁打、46打点、1盗塁を記録した。2014年は、トリプル A 級フレズのグリーズリーズで開幕を迎え、63試合に出場。打率、268、10本塁打、32打点を記録した。7月26日に、ヘクター・サンチェスが、故障者リスト入りしたため、ジャイアンツとメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。 同日のロサンゼルスドジャース戦でメジャーデビュー。8回表から保守の守備につき、8回裏に初打席を迎えたが、3塁ごろに倒れた。その後は一塁一種のブランドンベルトが故障したため、バスターポージーが一塁一種として出場する試合に、保守として先発マスクをかぶったり、対左投手対策として先発したりし、最終的に35試合に出場して打率。 273、3本塁打、19打点と活躍した。ポストシーズンのロースターにも入った。2015年は控え星として、出場機会が増し、52試合に出場。バッティング面では打率、218.3本塁打、14打点、オプス0.666を記録した。ディフェンス面では40試合でマスクをかぶったが、4失策、守備率、 984DRS1、盗塁阻止率17%と、いまいちの成績に終わった。マイナーでは、a、Q、サ3のゼとトリプル a 級サクラメントリバーキャッツで、計1 2試合に出場しただけで、打率。310、オプス0.943と強打を見せた。守備では、9試合で2失策だった。2016年は、ジャイアンツ組織に所属していた間はメジャーでの、 出場機会がなかった。2016年8月1日に、ウィル・スミスとのトレードで、フィルビック・フォードと共に、ミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。ブルワーズでは9試合に出場して打率、235、1本塁打、2打点、オプス、786を記録した。キャッチャーアン守備は、6試合で1失策、DRS-1 だった。同年、マイナーでは、 ジャイアンツ参加時代も合わせて72試合に出場し、打率254、8本塁打、41打点という成績だった。2018年1月30日に、マット・アルバースとのメジャー契約に伴い、リーフとなった。2018年2月2日に後日発表選手とのトレードで、ボルチモア・オリオールズへ移籍した。2019年1月11日に、 ハンサー・アルベルトの加入に伴ってリーフとなり、17日にマイナー契約で参加のトリプル A 級のオォークタイズへ配属された。2019年4月2日に金銭トレードでカンザスシテロイヤルズへ移籍した。移籍後は参加のトリプル A 級オマハストームチェイサーズでプレーし、26試合に出場して打率。234、4本類が15打点。 三盗塁を記録した。オフの11月4日に FA となった。2020年1月31日にピッツバーグパイレッツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。9月27日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 レギュラーシーズン終了後の10月2日にマイナー契約となった。ありがとうございます。